はい、どうも、太一です。よろしくお願いします。チャンネル登録および高評価、 LINE の公式アカウント登録よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけれども、なんだっけ、質問コーナーですね。はいはいはい、これに答えていきたいと思います。先日ですね、2日3日ぐらい前にジャコナスくんがね、こう質問に対してこう返答をするよっていう動画を出していて、久しぶりにやるかなっていうところで、コミュニティの方で質問を募集させていただき、計24個かな、質問いただきました。ありがとうございます。もしかしたらその一つの質問に対して結構長くなってしまうものとかあるかもしれないんですけれども、そちらに関してはもしかしたらサブちゃんとかでもうちょっと掘り下げてお話しするかもしれないんですけれども、最後まで見ていただけたらと思います。大輝さん、こんばんは。同業者へ質問ですが、月に夜勤は何回くらいやっていますか？だいたい5回から6回くらいですかね。6回とかあるときはまあ月をまたいで夜勤とか夜勤明けとかあるんだけど、だいたい多い時で6回、それ以上は今の施設ではないですね。昔の施設だと本当に人が足りない時、入社1年目の時かな、まあ、夜勤確か1回だけ8回って入ったことあるんですけど、その時は死にかけましたね。次いきます。お疲れ様です。介護資格がなくてもかと書かれている募集を見るのですが、資格がないとどんな仕事をするのですか？よかったら教えてくださいませ。資格がない場合はだいたい介護助手さんとかそこら辺になってくんじゃないかな。きっと介護助手さんっていうことになってくれば、まあ質交換を担当したりだとか、その利用者さんが飲んだコップとかをね、あの利用者さんがこう水分を取った後のコップとか、あとはその食堂の準備とか、まあいろいろこう業務ってあるんですよね。雑務というか、そういうものを介護助手さんですね、あの資格がなくてもできるよっていう仕事をこう担ってもらうっていうことがあるんじゃないかなって思います。介護助手さんね、でもね、本当施設にいてもらえるとマジで助かる。こんにちは。こんにちは。法人を作りたいとか前におっしゃってましたが、進み具合は全く進んでないです。将来的には法人とか自分の施設とか、あと自分の会社とかっていうものを作りたいなとは思うんですけれども、ただ僕、今の僕時点は現場の介護職員だし、経営っていうところに関するノウハウとかが全くない状態なので、今の僕としては現場職員で働きつつ、でもそういったことの勉強、経営学とかすごい学んでるわけではないんだけれども、あのまあそういうところのね、あのちょっと知識であったりだとかっていうところを入れてるっていう状態ですかね。次、はやとんさんですね。大輝さん、こんばんは。今の施設以外で気になっているところ、働いてみたい施設はありますか？僕が障害した施設がどういうところなのか気になっていますというところでご質問受けてますね。僕がね、今やってみたいっていうところは特養かな。今までその老健働いてて、でまあ今2カ所目で働かせていただいてはいるんですけれども、やっぱり僕個人としては直接的な介助をする方がなんかこう好きな部類があるんで、で老健もまあ楽しかったし、今のケアハウスもすごく楽しい、状態で働かせていただいているんですけれども、やっぱりなんかこう改めて働いていくと直接的な介助が個人としては好きだなっていうのがこう見えてきているところなので、っていうところでいくと、やっぱりこう次働いたことのない形態って言ったら、まあ特養とかそこら辺になってくるのかなっていうところで、今は特養で働いてみたいですね。だから奥さんが今従来型特養で働いてるんですけれども、そういうところの話を聞くとね、あ、やっぱり楽しそうだなって思うんで、うん、ちょっとね特養に興味があります。はい、大輝さん、おはようございます。ジャコナスさんの質問コーナー、よかったよ、あれ、うん、全部見たもんじゃん。同じ介護の仕事をしています。大輝さんの働いている施設は勤めてどのくらいですか？また働きやすいところですか？っていうところですね。僕が今働いているところは転職して3年目になるところですね。うん、働きやすさでいけば、まあ働きやすさってこういろいろあると思うんですよ。あの人間関係であったりだとか、体に負担がないとか、いろいろこうあると思うんですけれども、全体的なところを通していくと働きやすい環境になったかなっていう気はしますね。僕の気持ちとしてなんですけれども、他のスタッフの方はちょっと分かんないです。分かんないけれども、でも僕としては身体的な負担も少ないし、精神的な負担っていうところも僕はあんまり感じないかな。あとはまあ人間関係はまあ自分がこう割り切ってる部分っていうのが結構あったりするので、そういったところで結構
まあ、働きやすいんじゃないかなっていうふうに思ってます。質問です。1ヶ月丸々休みをもらえるとしてはどのように過ごしたいですか？ずっと YouTube 撮ってんじゃねえかな。ずっと YouTube 撮って編集して、でも家のこともやりつつっていう、なんかこう普段の休みとあんまり変わらないような日常を過ごしてるような気がするかな。あのね、でもね、毎日 YouTube 撮って毎日投稿ってね、僕のチャンネルの場合ね、再生数減っていくんですよ。結構パン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 ってこう いい感じで投稿していくと、あの僕の顔は多分飽きやすいんだと思うんだけど、でもまあ多分1ヶ月丸々過ごしやす、1ヶ月丸々過ごすって言ったら YouTube とか撮ってんじゃないかなっていう気がしますね。はい。タイ君、好きな映画は？好きな映画か。いや、基本的になんかアクションとかも好きなんだけれども、ホラー系も好きだし、シリアス系の映画とかも好きなんだよね。昔本当に自分の金で買った DVD っていうのがフォンブースっていうね、こう映画があったわけなんです。その映画自体はね、なんかこう、まあ主人公が一つ嘘をついたりだとかすると、その嘘がきっかけで次々とこう負の連鎖が続いていって、でこう自分の大切な人が傷ついてしまったりだとかっていう、なんかこうね、人間のこうドロドロしたようなところを見るような映画が好きなのよね。だからそれを見て、そういう映画を見てね、俺はこうやっぱ嘘ってよくねえんだなっていう風にこう思うようになったかな。うん、やっぱりね、嘘ってよくないよ。介護系以外でよく見るチャンネルを知りたい。光る、東海オンエア、タック、令和の虎は今大炎上中なんでちょっと更新止まっちゃったけど、うん、あと直木マンとか恐怖の心霊検証 MTV とか、結構心霊系も見るんで、山Qさんとか、クリップストア、大曲時フィルム、 R の住人ピエロ哲学っていうこうチャンネルがあるんですけども、あのそういったところを見てますね。人間関係とか仕事のこととかで悩んだ時はこの R の住人ピエロっていうチャンネルを見ると、結構なんか自分の考え方にこう変化が訪れたりするんで、ちょっと見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。悩んでいる方いらっしゃれば。今一番行きたいところはどこですか？肉食いで。肉。あと普通に旅行でって言ったら、なんだろうね、こう介護系 YouTuber の方に会いたいよね。北海道に住んでる YouTuber さん、たゆくん、かわさん、コーライフさんとか、黒沢春さん、春とかっこかりさんとか、あとたっしーくん、あのこういろいろこう北海道に住んでる介護系のというか YouTuber さんっているんですけども、そういう方たちに会いたいですね。うん。奥様とも馴れ初め。お若いですが、いくつでご結婚されたんですかっていうところですね。馴れ初め自体は専門学校ですね。専門学校であって、でそこでも僕ちょろっとバンド活動させていただいたんですよね。でそこにこう今の奥さんが見に来てて、でまあそこからこうお互いに興味を持ってっていう感じですかね。で結婚したのは22歳の年かな、確か。なので結婚して、丸10年は経過しておりますっていうところですね。仕事中イライラすることはありますか？また一番のストレス発散法は何ですかっていうところで、仕事中イライラはね、あんまないかな。なんかあって思う時は一瞬あるけど、でもそれがずっと継続してっていうのはないかな。いろいろこう仕事をやってて、なんか腑に落ちないなっていうことは家に持って帰ってきて、でこれってどうなんだろうねっていう、こう腑に落ちないことを持って帰ってきて、奥さんも同業者だから、そういったところでこう奥さんにその自分の腑に落ちないことを伝えて、いやこれそれってこうこうこうなんじゃないのってこう聞くことによって、ある程度自分の中で吸収できるというか、そういう性格なので、あんまりイライラはないかな。でストレス発散方法はこうやって YouTube 撮ったり編集したり、あとはね、家で一人カラオケします。桜の花びら散るたびに届かぬ思いがまた一つ、涙と笑顔に消されてく、そしてまた大人になった。1つ目、リフレッシュ方法は。2、コロナが収束後北海道に旅行、北海道に旅行に行きたいと思っています。おすすめの場所とかありましたら教えてくださいっていうところで、リフレッシュ方法はさっき、まあストレス発散みたいなところで似てはいるんだけれども、 YouTube 撮ったり編集したり、あと歌歌ったりだとか。リフレッシュに関しては本当はダメなんだろうけど、僕がうつ伏せになって奥さんに背骨鳴らしてもらってます。それリフレッシュ方法の一つです。北海道に旅行に行きたいおすすめの場所とかありましたら、何を目的とするかによると思うんですけど、
でも食べ物系だったら多分函館の朝市とか行っとけばまず間違いはないと思うんですよね。あと札幌でもその回転寿司屋さんとか行ったりして、まあ丸山動物園とか旭川行けば旭山動物園とかもあるし、あとね個人的に行きたいのが山の水族館っていうところがあるんですよ。規模的にはちっちゃいんだけど綺麗な設備というかそういうところなので個人的に行きたいっていうのはそこですね。好きな女性のタイプはジャコナスくんですね。ジャコナスくんまず受かってるといいね。いや多分受かってると思うけど、うん。好きな女性のタイプは、おーおおお、好きな女性のタイプね、女優さんで今この人がいいよねとかっていうのは全くないんだけど、ズバンっていう人が好き。いや俺もそうだからあれなんだけど、なんかこうホワンとしてる女性っているじゃないですか。男性でもとかだけどホワンとしてて、なんか何考えてるかわかんないような人っていると思うんだよね。男性でも女性でも、え、この人今のどういう思考を頭で巡らせてるんだろうとかって思う人っていると思うんだけど、あのそういう人は僕は苦手で、だから言いたいことあったらズバンって言ってほしいタイプなんで、あのそういう女性が好きですね。はい。息子くんたちは今一番楽しく遊んでいることは何ですか？そして大輝さんも一緒に遊びますか？っていうところで、上の子はね完全にゲームだよね。友達とオンラインゲームを喋りながら一緒にやったりだとかっていうのが長男は一番好きな遊び方なんじゃないかな。次男は外遊びかな。雪がやっぱりほら降ってそり遊びであったりだとか、普通に雪でこう雪で戯れるっつうのかな。でもなんかそういう雪遊びとか、外遊びっていうのが好きですね。僕は一緒にね遊んでないですね。はい、遊んでないですね。デイサービスが合わず辞めてしまいました。大輝さんから見たデイサービスの働きやすいところと難しいところを教えてください。あー、デイサービスで俺も働いたことないからな、ちょっと難しいんですけど、でもデイサービスでなんか働きやすいって言ったら、その日勤のみで働いて、こうあと土日とかがなかったり、仕事がなかったりするから、そういうところまあ働きやすいんだろうなっていうところもあるだろうし、難しいところってなんだろうな、働いたことないから何とも言えないんだけれども、ただやっぱりその働きやすい環境とかってやっぱり人間関係によってくると思うんですよね。うん、やっぱりこう気の強い人がいたらそれはそれでやっぱり働きにくいしっていうところだよね。あとはまあデイサービスっていうところでお給料面もいろいろあると思うんだけど、ちょっと難しいですね。うん、でもまあやっぱり人間関係よね。うん、なんだかんだ、うん、そんな感じですね。介護の仕事をしようと思ったきっかけは何ですか？ちなみに自分は中学生の時に障害者施設に掃除のボランティアに行ったことがきっかけです。まあ過去の経緯をすっ飛ばすけれども、でも兄がいて、兄も障害者施設で働いてるっていうところで、そこで興味を持って専門学校に行ったっていうのがこの業界で働き出すきっかけですね。うん、だから本当になんか中学生とか高校2年生くらいまでその介護福祉士っていう仕事資格の名前があることすら知らなかった人間なんで、いや言い方は適切じゃないんだろうけど、でもふと行き着いた先というかそんな感じですかね。今はまあこの仕事好きでどっぷりハマって13年間働いてるっていうのはありますけど、はい。質問ですが、おつぼね様の理不尽ないじめに対して管理者に相談した結果、先輩の言うことは全て正しいことです、先輩の言うことは全てあなたのためを思って言っていることだから素直に聞きなさい、介護業界ではあるあるなことなのでしょうか、私はそのまま言う通りにしてたら社長に怒られました、先輩というのは73歳の高齢のパートのおばあちゃんです、私は30代後半です。これあれですね、ちょっとサブチャンで掘り下げて喋りますわこれ。でも簡潔に今ここでお伝えしておくと、先輩の言うことは全て正しいことです。それはまずありえないと思います。はい、先輩がいて赤信号渡ろうぜって言ったら、じゃあそれ全部正しいのかっていう話になってくるからね、極論だけど。んなわけねえべっていう話になってくるんで、あなたのためを思って言っていることだから素直に聞きなさい、あなたのためって言ってる人間ほど自分のことしか考えてない人が多いです。これちょっとサブチャンで掘り下げて喋ります。後日ちょっとサブチャンあげますんでお待ちいただければと思います。はい、ごめんなさい。今はどこの施設を見取りまでしていますよねと、うんうん、それで自分たちは亡くなった後の弔問とかは施設によって違うかもしれないですが、どうしていますっていうことですね。自分は仲良くなってはいけないが、家族が親身になってくれた人とかは顔を出していますがっていうところで、今働いている施設で見取りはやってないし、まあ仮にこう入院して別の施設に行ったりとかして亡くなったとか、今
いる施設から入院して亡くなってしまったとかっていう時に関しては弔問は行ってないと思うんすよね。今んとこうちの施設とか働いてる施設ではやってないんじゃないかな。ただやっぱりその個人として職員のその個人の気持ちとしてすごくなんかお世話になったというかね、なんか気持ちがあるよっていうんだったら別に個人で行ってもいいんじゃないかなっていうふうには思いますけど、うん、まあそこは個人の思いだからいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、大輝さんは前の職場を辞めて今の職場に決めるという時、なぜ今の経費老人ホームを選んだのですか。転職を決めた理由としては僕30歳ちょうどっていう年齢の時に転職してるんですよね。老健から今の施設に転職してるんですけれども、30っていう年齢はまあ一つの区切りというかだと思っていて、でそこで別の環境に身を置いて働いてみたいなっていうのが7割ですね。あとは自分の体だよね。老健で働いてた時に右膝だったかな、まあ両方の膝やっちゃったからあれなんだけど、確か右膝の半月板を損傷してしまっていて、でこれ以上老健で重量級の介助をするのはちょっと厳しいのかなっていうふうに思ってた時期と、その30歳っていう時期が重なったんで、でそれもあって転職したっていうのはありますね。両者はともかくとして、自分勝手なわがままな介護士とどう付き合っていますか。みんな振り回されてストレス増加しています。あー、これどうすかな、サブチャンで掘り下げるかな。自分勝手なわがままな介護士とどう付き合っていますか。あー、自分のキャパを広くしたっていうのがある種大きな部分かなっていうのはあるけれども、その人の考え方とか人生観とかっていうのもあると思うんで、一概にその人の考えを否定したりはしてないというか、サブチャンで掘り下げます。はい、後日あげますこれ。はい、これでね結構やっぱり悩んでる人多いんで、こういったこの自分勝手な介護士さんとかにこう振り回されていますとかっていう、やっぱりねその公式 LINE の方でも相談とか結構あるので、ちょっとこれサブチャンで掘り下げます。身長は何センチですかっていうところで170ちょうどです。大輝さんは何歳くらいまで介護現場で働き続けたいとお考えでしょうか。大輝さんは将来的にどんな方向性で介護に携わっていかれるのか、現時点での目標とかお考えをお聞きしてみたいですっていうところですね。一応体が動くまでっていうところは現場職員で働きたいなっていうふうには考えてはいるんですけれども、やっぱりね最初の方でも言ったと思うんですけれども、本当に将来的にはなんか自分の会社とか持ってみたいなっていう思いはあるので、まあ一応将来的な目標というかね、目指すところはそこを目指しています。お寿司で好きなネタランキング1位から5位まで教えてください。1位サーモンです。いや、サーモン食ってりゃ間違いないでしょ。サーモン食ってりゃまず間違いない。サーモン1位でしょ。2位マグロ。3位なんだろう、ホタテ。4位イカ。5位ポテト。お、これで最後かな。奥さんの好きなところは。あと夜勤の時に欠かせない持ち物はいろいろあるけれどもこれくらいでっていうところで、奥さんの好きなところまあね、ものズバンっていうところですね。おー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 、いやじゃなく、はい。一通りの質問には返答させていただきました。ということでたくさんのご質問ありがとうございます。またそのうちね質問コーナーをやらせていただけたらと思いますので、その時はまたご質問いただけたらと思います。っていうところで今回はね、肩の力を抜いて見ていただけたと思いますが、今回はこれくらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。